裾の処理。アイロン定規ロングを使って 3.5 センチ折ります。次に 2.5 センチに折り三つ折りにします。待ち針で留め 0.2 センチのところを縫います。脇のところから縫い始め、最後は縫い始めに重ねます。裾の処理ができました。出来上がりです。